ただいま。もう全てが新しい、まあ、知ってる選手は何人かいるけど、クラブハウスもこう外観とか、ピッチは変わってないですけど、この中身が変わってたり体勢が変わってたりするんで、まあ新鮮ですと同時に、こう美穂ね、来る美穂街道なんか通ってる時は懐かしいなって思いながら通ってきました。北川選手帰ってきてどうですか？はい、まあ嬉しいですもう早く一緒にやりたい、早く一緒にやりたいが強いですね。まあ契約上出れる試合数が決まってるんで、まあそこまで、まあ、自分が出られてるかは分かんないけど、まあ数多く一緒に出れればいいかなと思います。練習もやってないんで、まだリカバーだったり調整だったり練習もできてないですけど、まあ明日とかはやると思うので、まあ、見せつつ見せられつつやれればいいかなと思います。ああ、今の心境か。まあ話したいことを話せればと思いますけどね。会見自体は、まあ久しぶりに会う記者の方たちもいると思うんで、楽しくできたらと思います。行ってきます。こんにちは、北川光也です。私のために、多くの方が、ね、集まっていただきありがとうございます。私ができることは試合に出て結果を残すことだけだと思っているし、私一人の力ではそれは叶わないかもしれないので、今いるチーム、スタッフ、会社も含めて、このチームがより大きくなれるように、その助けをできればと思ってここに来ました。まだまだ足りないことも多いと思うし、外から見てそれは感じることがあったので、それを自分のそれをヨーロッパで経験してきたことをこのチームに還元できればと思います。まず今シーズン残り約半分になりましたが、応援をよろしくお願いします。急に、ああやるんだって思って、ああいいじゃん、暇だから行こうって思った感じですね。プライベート感満載です。すごい、プライベートすぎる一緒には来てないけど、どうせいるんだったらね、ユース出身の選手呼んで、そう、どうせ時間あるんだったら、時間あるんだったら行こうってっていう感じですね。沢登りさんのユースは初めて見るんで、はい、ちょっと興味があります。どんなサッカーやるのか、ただ興味があるからっていうだけです。ユースっていうチーム、ユースっていうか、その下部組織に、はい、まあ、時間があればこうやって見に来てるのは、いた時からやってたんで別に試合見るのも嫌いじゃないし、いろんなカテゴリーの試合を見るのは好きなんで、鈴代グランドで、はい、何かな、東海大会でこれ勝てば全国に行けるっていう夏の予選があって、はい、その時に小野伸二さんが来てたんですよね。まあ、小野伸二選手は来て、いつかの試合終わる頃にはもう帰っちゃってましたけど、嬉しかったし、まあそういう選手になろうとも思いましたし、可能な限り下部組織の選手にも
気にかけてあげないとって思いました。その時に大きくなったってよりはこのいや大きくなったってよりはなんて難しいですね、表現が。体は、まあ、大きくなったはあるんですよ。なんていうんですかね、大きくなったってでかくなったって分かりますか？ちょっと分かんない。分かんないですよね。大きくなったじゃない。別に体がとかじゃないんですよ。体ももちろんでかくなってるんですけど、中身もこうなんかまとってる空気感とか、今僕は見えないですけどね。なんていうんですかね、こうでかくなったわけじゃなくてこうでかくなってるっていうか、分かります？伝わんないっすか？難しいんだよな、僕らが知らない。今まではずっと一緒にチームで一緒にプレーして一緒のその経験を見てきたけど、海外に行って試合はもちろん少し見れたんですけど、それ以外の私生活とか練習とか試合に出てる時期出てない時期多分いろんな思いで経験して、日本人一人選手プレーヤー一人で経験してるの、僕らじゃ考えられない経験してるの、そういう上でいろいろ考えたりして大きくなってるかなと思いますね。やっぱそうやってここで育った選手がもう一回このチームのためにってやってくれるのも嬉しいことだし、まあその分責任も多分感持って強く思ってやると思うし、これはそれは言わなくても分かってることなんで、別にお互いここの一緒にやれるタイミングなので遠慮なくお互い求め合って、別に試合中も練習中もまあいたって喧嘩したこともあるし、うん、またそうやってお互い切磋琢磨できればいいかなと思います。喧嘩したことあるんですか？まあそんな大きなことじゃないですけど、別にこう僕だけじゃないし、こうやは僕もこうやだけじゃないですけど、まあ、まあそういうのは必要だと思うし、まあお互い勝ちたいし良くなりたいからこそ思うことだと思う。まあそういうのを思い出させてくれる存在でもあると思うんで、僕自身あの声やから僕にって感じね。えだって一緒にやってたのはもう10人もいないと思うんで、新しいチームに来た感じです、うん、J2 の時代を知ってるのも竹内選手、白崎選手と自分しかいないので、まあそこもつなげていかないとと思うし、いや国立は良かったですよね。しかもムキムキだし、前は結構あの髪の毛長めだったじゃないですか。暖かしさとかなんかちょっと胸にくるものっていうか、後悔は特にはないですけど。